真帆さん、おはようございます。おはようございます。真帆さん、はい、今日ちょっと相談があってですね。何？今ですね、やっぱりこういう時期、まあ、こういうタイミングになっていろいろインターネットの動画とかですね、動画のアプリ、TikTok とかで楽しんで、家でね、家にいながらこう皆さん楽しんでいるようなんですけど、そこで、マコさん、20って知ってます？ 20? いや、20じゃないです。あの、女の子のアイドルグループなんですけど。そうなの？そうなんです。私ね、きっと見たことあると思うんですよ、はい、そういうの名前を覚えないんですよ。そうですね、はい、ただすごく人気でですね、はい、皆さん彼女たちのダンスを真似してですね、はい、それをカメラで撮影して、はい、それをインターネットに投稿したりして、はい、私きっと見てるわよね、はい、うん、ご覧になってると思うんですね、うん、どっかのテレビ見てる、見てる、テレビでテレビとかでも、うん、はい、やってたりするんで、それをね、今回真帆さんに踊ってもらえないかなと思って。え？ちょっと、何考えてんのよ。その NiziU さんの、まあ可愛い、みんなが元気になるようなダンスを真帆さん踊ってくれたら、すごくみんな明るくなってくれるんじゃないかなって。明るくなると思いますよ。あんな人まで踊れるんだったら私たちもやろうって気になりますよ、はい、なりますけど、はい、私だってもう30ですよ、30、はいはい、プラスアルファがうんとあるんだけどね、でも一応30にしとると、はい、しとくの、うん、30になってそれはないでしょ。いや、踊るのさんだったらできます。大丈夫です。あ、ちょ、ボートにならできるよ。いやいや、もう似たようなもんですか。え、似たようなもんだって。若い子踊ってるのは早いじゃないの、なんか、うちでかっこいいじゃない、はい、なんか、まあ、私たちはさ、はい、あ、てんだ方だからさだからね、はい、そのかっこいい踊りできないもん、はい、でも、うん、PV 見てもらって、うん、マクさん、こう、体動かしてもらうだけで、きっとできそう、はい、考えいいんだ、マクさん。ニュアンスもバッチリ掴んでいただいて、やっていただけると。踊りはダメだけど、はい、じゃあちょっと私なりの、はい、ちょっとやってみようかな。本当ですか。いや、いいですか。大丈夫かな。大丈夫です。ちょっと見てみて、はい、なんとなく私に、はい、私なりので大丈夫そうだったらやってみようかな。はい、はい、うん、ありがとうございます。ただ、うん、真帆さん、ちょっと時間がなくてですね、うん、もう1時間後にですね、ちょっと撮影入りたいんですけど、すいません。ちょっと起きちゃう。何考えてんのよ。真帆さん、ほら、忙しいから、もうスケジュール全然取れなくて。いや、そんなことないよ。やだ、おきちゃん。もうすいません、突然のご相談になって。突然すいますよ。すいません。何年やってるんですか、こういうお仕事。申し訳ないです。もう。ただ、真帆さんだったら、できます。え？大丈夫です。ちょっとチャランポランでもいいの？大丈夫です。本当に？大丈夫です。はい。チャランポランだったら、私、チランポランのマコで撮ってるから、はい。じゃあぜひ、この後。そうですか。はい。ちょっぴりやってみようかな。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしく。それでは真帆さん、撮影始めましょうか。何の？NiziU の。え？ダンスです。え？やだ。やってみようかな、でも。やっぱ、やめとく。えぇー！
ネル登録よろしくね。よろしくだぞ。絶対見てね。絶対だぞー。